まるで亡くなったおじさんが帰ってきたみたいだって言って感謝されたんですよ。その時現実だったとしても100点弱ぐらい。家庭菜園の人には例えばサイズを少し小さくする。昭和5年に一応創業した家事業なんですけど、創業の頃は農機具、農具だけじゃなくていろんな刃物を作ってたらしいんですが、まあ、戦後、第二次世界大戦終了後、農具の方に、かなりこう集中してやってきたみたいで、私で一応世代でいうと3代なんですけど、間合同工場っていう社名の通りで、合同っていうのは昔流行った社名みたいで、兄弟縁者、親戚縁者が出資しているという意味合いらしいんですね。それで、まあ、作ってる会社なんですけど、農具専門で、ここまで今やってきていて、で当時 の, 共同出資されてた人たちはみんな独立されて、専門 の, 工具のメーカーになったり、まあ、同業になったり、また違っているものを作っているとかっていう形で、昭和平成の時期を通り過ぎてきて、今また間合同うちだけが残った形で農具作っている、まあ、農具の専門メーカーの今位置にいます。それで昔からまあ累積でずっと見てきてるんですけど、全国でだいたい1万を超えると言われるクワがあるんですけど、北海道から九州沖縄、そのうち4000を超える、種類、東日本中心ですけどの製造実績があるというところです。まあ、三条市内に同業の鍛冶屋さん何軒があるんですけど、クワ専門ってやってるところはおそらく数えても3軒4軒ぐらいで、その中で今一番規模としては大きいのがうちということになります。地元の農家さんに供給している鍛冶屋さんが各県にどれぐらいあるかという大まかな数字でいうと、今多分ね1つの都道府県に1社ないしは2社ぐらいと言われてます。でも地域によってはその県に農具を作る専門の鍛冶屋さんがないっていうところを考えると、例えば47都道府県で例えば2軒ずつあったとしても100軒弱ぐらい、まあ、そのうち今三条で 4、5 軒ある。製造量でいうとかなりの量になると思います。まあ、産地なんで、もここにいてそのものづくりだけでその桑の製造業ですっていうと、それは受け身のお客様、まあ、その取引先がこういうもの作れませんかって持ってくるそのオーダーになるんですけど、私比較的営業で全国歩いてるので、そうするとどうしてもその地域 の, その畑田んぼを維持していくのに必要な道具があるんですよ。そうするとそのただ委託されて作ってるものづくり、まあ、商売なんで、まあ、それが基本で、まあ、売上形成になるんだけども、出て見ちゃったらその採算に合うとか合わないとかっていうレベルをもうかなり逸脱した状態でこの道具が必要なんだっていうのを目の当たりにしちゃったんですよ。であとそういうこととか、あと一番私が心を動かされたのは修理、今も修理、まあ、クワの修理をやってるんですけど、修理のイベントで要は修理需要ってどれぐらいあるのかっていうのを若い頃測ってた時期があって、定期的に各地を回って修理のイベントやったことあるんですよ。でその時に、引き受けた修理が あるそのおじいさんが使ってたらしいんだけど亡くなられたっていうんですよね。
でそれを片身みたいにして直しておきたいって言って、その子供さん、せがれさんが持ってこられたんです。でそれは預かって修理してお渡ししたんですよ。そうしたら、そのお渡ししたイベントで2日3日行ってた時に、そのお渡しした人の車が最終日にまた入ってきたのが見えて、なんだろうって、なんかちょっと不具合あったのかなと思ったんですよ。そしたら杖ついたおばあさんを手引いて、その方が降りてこられて、なんだろうと思ったら、お礼が言いたいって言った、そのおばあさんで、その亡くなったおじいさんのクワが、その見事にその使ってた頃のクワになって戻ってきて、まるで亡くなったおじいさんが帰ってきたみたいだって言って、感謝されたんですよ。その時にね、その腰の曲がったおばあさんに私ね、拝まれちゃったんで、それがね、ものすごくこう印象的で、でもう修理の仕事はやめられないなと思ったんですよ。なんかもう道具を超えた次元の話になってるんだっていうことに、若い頃ですね、ちょっと経験しちゃって、それからちょっとこう修復の修理っていうのは全然いろんな意味合いがあって、ただ単にその私どもの製品の、まあ、なんていうんですかね、永久保証みたいな意味合いのものではなくて、たとえうちの商品じゃなくても、まあ、昔から日本っていう国はその道具大事なんで、直して使うとかっていう文化がずっとあって、その中にはやっぱそのいろんなね、その人の思い出とか、その土地の歴史とか、そういうものまでその中に一緒にこう育まれてきたんだっていうことに気がついちゃったんですよね。なんで今それがやっぱりその修理やめられないとか、その滞った道具を再度こう復活させてたかっていうことにつながってるんですよ。それは 今も一緒。30代の中ぐらいかな、20年以上前か、もうここまで来たんだからこの道具捨てたらどうですかは言えない。ただそれを扱ってきた人が廃棄するかどうかというようなことを質問されるので、それはだからきちっと伝えます。これはもうちょっと持たないからって伝えて、それで廃棄してくれっていうのが廃棄するし、まあ、形が変わるかもしれないけど、まあ、はっきり言ってもう9割ぐらい作り変えて物にするってことはできますよってすれば、まあ、全然面影なくなっちゃうけど、形にしてくれてる人。この後工場がどんな風にして動いてるかっていうものを見ていただいて、あとクワがどんな種類があるのかのご紹介をさせていただきます。でまたその後、今度はうち工場園があるので、そちら の畑で実際に道具の使い方、使っていただくようなこともご紹介させていただきます。